酒造りが始まる時期を迎え、酒の神様を祀っている大宮神社では、今日大杉玉の掛け替えが行われました。大杉玉の掛け替えは、11月14日に行われる酒造りの安全を祈願する酒祭りに先立って、毎年行われています。直径およそ1.5メートル、重さはおよそ200キロもあり、神社の職員7人がかりでワイヤーなどを使って付け替えられました。 大杉玉は大宮神社のご神木である杉の枝や葉を束ねて作られておりおいしい酒ができますようにという願いを込めて酒造りのお守りとして掲げられています付け替えが完了すると巫女が大杉玉に神の力が宿っていることを意味する印の杉玉と書かれた札を取り付けました 今,年も今月14日に青々とした新しい大杉玉が見守る中、酒祭りが開かれ全国の酒造関係者がおいしい酒造りと蔵人の安全を祈ります。